はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は袴友沢デビューガチャ、こちらを引いていきたいと思います。まあ、友沢の別バージョンですね。一応サクッとだけ一押しキャラの方で見てみると、まあ守備上限アップがついてますと。で、セカンドだと至高の二塁手が取れて、まあセカンド以外だとストライク送球という感じになってるんで、まあ基本的にはもう至高の二塁手を作る、キャラクターになると思います。で、ガチャの詳細を見てみると、60連で PSR のね袴友沢が、1枚もらえますので、まあ、ここまでは引いていきたいと思います。まあ、他にもね40連とか50連のところで PSR のね、可能性があるんですけれども、俺友沢自体がねそんなにレベルが高くないんですよ。普通の友沢も PSR プラグを持ってるわけじゃないし、まあ、まとももね、まとものPSR プラグを作り出すために、要は普通の友沢ぶっ込んでプラグになってないんで、全然ね多分友沢のレベルを上げることができないと思いますので、まあここで少しでもちょっと友沢を稼いでいこうかなと思います。で、一応厳選30キャラのみ出現なので、まあどうだろうね、見ていくと、まあ、寺道とね、石神もピックアップされてて、降臨虹谷は PSR 持ってないです。まあ、エンジェルフォール持ちとかねちょっと作りたいなっていうのはありますけれども、まあ、一応こんな感じのラインナップになってますというところですね。じゃあ、ちょっと10連目から引いていきましょう。ここは SR キャラ、あれ一応ね全部2倍にはなってるらしい。あ、軍道とかいるんだ。まあ、軍道も大してレベル高くないっていうか、使うのっていうのはあるけど。で、一応友沢がちょっと出たんで、あの練習だけ見てみると、ほらまともって投手でも使えたじゃないですか。まあ、肩と変化球だったんだけど、こっちは野手専用ですね。肩と打撃の2種類持ちになってます。まあ、一応練習だけ見た感じ、テーブルとかはねやっぱりまあ PSR の方で確認していきたいと思います。で、20連目バナーの SR、まあ、バナーキャラ誰か出てもいいなっていうガチャだといいっすよね。あの PSR プラグを持ってるキャラがバナーで出てくるとやっぱり無駄になっちゃうんで、ちょっとねためらっちゃいますよね。というわけで友沢です。てかテーブル俺全然わかんないから。で、なんか星空星光くんもいるのか。なんか星空星光くんってアプリの方だともう排出停止になったの、覚醒してないから。ちょっとアプリの方はもうさっぱりわかんないですけど、なんかそんな感じになってるみたいですね。技術ボーナスはまあ高いまんまか。で、タックと得意練習率アップ、まあ悪くないね。2種類練習持ちで、まず2種類練習持ちってまあ当たり前ですけど、通常のタックが低いんで、まあ、固有でねタックが底上げされるのと、あと得意練習率アップがつくと、まあ、2種類増えるんで、まあ、かなりいいんじゃないですかというと、技術ボーナス20、すごいね。やっぱこいつはめっちゃ技術が稼げるキャラ。そうだからね、まとももねなんか技術爆稼ぎしたいなっていう時に、まあ、変化球で入れたりするんで、ちょっとねあんまり突っ込みたくないっていうのはあります。で、ここは SR 以上だけど虹が来て、キラーは来ない。2つ、2個続いてるし、まあ友沢が来る。アーサーはねもうプラゴなんですよ PSR。 まあ、ただアーサーもこれアプリだとねあの別バージョン出てるんで、まあ、それに突っ込むように取っておくのはいいと思います。ちょっとあのもうアプリから全然わかんないんで、どのくらい強いかって言われたらよくわかんない。まあ、結構というかかなり強いらしいけど。で、ここは PSR が確定、ちょ30キャラから出るんで、まあ、中にはねやっぱりプラゴキャラも混じってるんで、誰マホちゃんは、マホちゃんは持ってない。しかも SR 結構余ってた気がする。まあ、使うかって言われたらちょっと使わないけど、まあ、今溜まってるからね倉庫の中に。マホちゃんは、まあ、一応新キャラだったんで、まあ、よしはよしとしましょう。
で50連目、ここはバナーピエサ。寺道くんね、もうちょっと上げたいんだよね。外野手を今少し揃えてるんで。でね、そう外野手をってか全然出ないな、あの確定以外。まあ、石神か、まあ、石神も結局レベル上がってないから、五分はいらないなっていう感じ。五分が出てきてるし、2体も PR で。じゃあ、60連目、ここは、PSR の袴友川ですと。そうで、あのアンドロメダだとシナリオ金属って高速レーザー取れるじゃないですか。だから外野手揃えたいなっていうのはあるんですけど、俺アンドロメダが全然できなくて、てかなかなかね、そう点数が伸ばせなくてね、まあ四苦八苦してます。でちなみにサクチャレも来てるんですけど、マジでもう自信がない。もう要研究が必要なんですけどね、研究をする時間が、あ寺道くんだ、よしよしよし、悪くないという感じで、とりあえず見てみましょう。ちょ45までは見たんで、45で20ついて、あ50でやる気が150、やる気もともと100が、まあ、プラス 50% アップするんで、経験点の底上げにはなる。でもまあ45でも全然いいんじゃないですかっていうところですね。だ50で新しいテーブルがポコって追加されるようなとこだとやっぱり50で使いたいけど、まあ、100と150ちょっとどれだけ違うかって言ったらよくわかんないけど、まあ、一応こんな感じです。あと一応まあコツも見ますか。まあ、アベヒとパワヒっていうね、この2種類がまあいいっすよね。まあ、投手でやるとポーカーフェイス持ってるからこれ邪魔なんだけどっていうところです。コツは特に変わってないね。なんか思考の二塁手掴めるようになったんだったら、なんかねセカンド丸とか持ってても良さそうだけど、良さそうだけどさ、こいつそもそもさショートなんだよね。なんで思考の二塁手なんだかちょっとよくわかんないけど、まあそこら辺はよくわかんないです。という感じです。でさっきもちょろっとお話ししましたけど、アンドロメダサクセスチャレンジが、来週から始まりますと。いやーで一応もう報酬も見える状態になってて、一応しのぎ、これ何のキャラだっけ、なんかもう忘れちゃった、忘れちゃったけど、なんか覚えがあるキャラ。一応休息で、SR 以上っていうか、まあ金徳が怪物球威とオリ編両方取れるパターンか、これは闘魂だけになるのかな、ちょっと分かんないそこら辺は。闘魂選ぶと闘魂だけになるのかな。やっぱりねオリ編取れるキャラでオリ編プラス金徳1個取れるっていうのは使いやすいよね。オリ編を選ぶメリットがかなりでかくなるんで、しかも今回怪物球威なんで虹徳と絡めることができるんで、そこはかなりいいかなと思います。でまあ例によって得意練習増やしましょうっていうのと、ね、これ得意練習なし、イベキャラをデッキにセット2人以上、マジか、彼女キャラ入れろってことで、ちょろちょろちょろっとこう3まで見てみると、そうするとじゃあコリスがやるでしょ、コリスとトレーナー加藤さん入れろっていう感じかな。で、袴友沢入れて、まあ、一応十二人への葵ちゃんもいるんで、まあ、投手でやるか野手でやるか、まあ、社長とね柔道チカちゃんがいるんで、まあ、ここら辺をどうやっていくか、特攻3と特攻2を混ぜるかで、あの報酬だったアンドロメダ加藤京子さんは特攻1なんで、特攻1はねさすがにちょっと入れづらいよねっていうところがあるんで、まあ、3をメイン、基本はやっぱりね特攻ボーナスがかなりでかいんで、特攻3をメインに、あとちょっと足りないキャラを特攻2で埋めるっていうやり方がやっぱりサクチャレの基本にはなるんで、まあ、最近ね、その高校固有キャラが特攻イベキャラ2に入ってるんで、まあ、高校イベキャラを詰め込むっていうのは、まあ、そこまで有効ではないっていうところですね。まあそんな感じです。まあ、ただアンドロメダは自分はめちゃくちゃ苦手なんで、ちょっと点数を出せる気がしないんで、まあ、ぼちぼちやっていこうかなと、思います。まあそんなわけで今回はここで終了したいと思います。まあ、来週からねあのサクチャで始まりますので、頑張っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。